ってその身内の中でこいつは独り立ちできそうだというやつがざっと28人、人呼んで清水の28人衆。スタージャックスの記念すべき第一作目である桜舞う夜君思うを大幅リニューアル、スケールアップさせての再演バージョン、時代劇の定番中の定番、森の石松の物語をスタージャックス流の正統派エンターテインメント時代劇として大胆アレンジ、大量の桜が舞い狂う圧巻の大立ち回り、スタージャックスの代表作にして自信作 SP 水曜劇場に登場、ご期待ください。